A 俳優シルベスター・スタローン76が離婚危機に陥っていることが25日分かった。妻で元モデルのジェニファー・フレービンさん54が19日にフロリダ州の裁判所に離婚を申請したと米メディアが報じた。フレービンさんは夫が夫婦の財産を浪費しているなどと主張し、婚姻中に得た財産の平等な分配などを求めているという。成立すればスタローンにとって3度目の離婚となる。スタローンは代理人を通じ、私は家族を愛している。個人的な問題に友好的に取り組んでいる、と声明を発表。スタローンの資産は4億ドル、約540億円、とも言われており、今後の行方が注目される。